こんにちは、土の子です。今日は8月30日、今日ね朝ねバッチトレルセンターメンテナンスで、できませんでした。なのでちょっとね投稿が遅くなってます。さあ今日の練習台は銀の釣り竿とかですね、あとウオマサ。バッチが少なくなってからの爆弾は壁に反射させて爆発位置を調整する。じゃ練習スタート、いきましょう。これ財さんが教えてくれてますね。まず右側の赤い丸の左下にいるピラミネアに当てつつ、銀の釣り竿の上のニジマスに当てる感じでいきます。はい、コロンと。そしてあーちょっと良くなかった。これちょっと失敗パターンだね。ちょっと迷うけど、本当はね右のくぼみに入れたいな、こうなってしまったら。ただうまくはいかないかな。ちょっと左側のあら罠のとこに、うん、これで左からズンズン押していくみたいな感じ。確かにねバッチはとても軽いですね今回。いけ、いいですよ。ここは左の赤い棒に当ててコーン。いいねいいねいいね。さあもう一回ピラニアに当てつつポン。まあこれも左に詰まるのはあんまり良くない傾向ですね。まあでもそこそこ2周目取れて良かったです。さあどうだ、今日は小当たりあるかな。お、2プレイはできますね。ここで小当たりが来れば3プレイだったんだけど、なかなかいい感じ。さあ今日はイザナミの爆弾台やりましょうか。これタカタカさんとペーパーカービィさん、財さんが教えてくれてますね。下の思い出すっぽんが挟まったり、イザナミとヌエの間に爆弾を置いたら、一番右のねメゾンド忘れしか落ちなかったり、ちょっとねいろいろ罠があるようなのでちょっと気をつけたいですね。セバスチャンが意外と落ちないみたいなんで、まずはセバスチャンの上に爆弾を置いて、セバスチャンを、よし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 、いいよいいよ。ペーパーカービィさんありがとう。さあ次はヌエを落としたい、ヌエを飛ばしたい。よし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 、いいぜ、かなりうまくいきました。はい、セバスチャンにヌエに思い出すポン、思い出すポンも詰まるって言ってたけど大丈夫でしたね。おしゃれプレイいっちゃうよ。今日は2大コンプしたい。さあイザナミいきます。これは難しくないよね。落としてポン、いけ、嘘だろ。おいおいおい、意義あり、意義あり、何これ勘弁してくれよ。いやーほんとあれひどすぎるでしょ。まあ笑えたからいいけどイザナミあんなとこで止まると思わなかった。3手なのでここ行きましょうか。まずは A 連打でグイッと押す。あれあれあれちょっと待って、うわマジか、ノリ付けが外れねえ。落ちろ、うわもうちょっと待てよ、よく考えよう。これを落とせばいいんだから、もう一度頭をこすって、よしよしよし、オッケー、よかった、あぶねあぶね、ふう、なんとか2大コンプ成功しました。はい、イザナミとねアヒルのノリッペゲットです。はい、それじゃあ今日のミバスコネ行ってみましょう。夏の風物詩流しそうめん、涼しげっすよね。こんなところにも枯山水バッチ、 EV が箸ですくってるみたい。いいね流しそうめん、僕流しそうめんってやった覚えがないな。なんか涼しそうでいいよね。 EV あんなにそうめん巻き取って大丈夫なのかな。麺つけるところ口が細いからちょっと厳しいかもね。はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でね動物の森の爆弾台来たんですけど、そこそこねうまく取れました。みんなバッチが軽くてノリ付けもねほとんどない感じだったので、結構ねみんなも枚数いけたんじゃないでしょうか。そして本番台はねイザナミの爆弾台やってかなりうまい感じでできてね、サントコンプ間違いなしと思ったんだけど、最後の最後でねイザナミが倒立してしまって
ちょっと笑える感じでしたけど、あれは厳しいわ。すごいバッチリなとこにね、爆弾置いたはずなのにああなってしまったからね。あれはちょっと気をつけなきゃいけませんな。ということで今日は結構ね、順調でいい感じでしたね。また明日もね、楽しくバッチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。